それでは、第2戦シルバーストーンの決勝を開始します。前回あの予選からやってて、あの予選どんな感じだったか、予選であのこの車の燃料は早く減るとかタイヤ減るはどうかっていうのは見えたんですけど、今回あのちょっとあの一切見えてないので、ちょっとあんまりあの話はできないかもしれませんが、そうですね、開幕戦よりはタイヤの差が縮まっているように見えた予選ワンアタックだったんですけども、まあ、決勝はまた予選とはセッティングを変えてきているマシンもあると思いますので、その辺がどうでしょうか。まあ、消耗も激しいですね。それでは決勝60分フォーメーションラップのスタートとなります。ポールポジションは2号車のカルダビッパ、ソフトタイヤのスタートということになっております。前回以上にあの やっぱり消耗は激しいので、あの意外と後方からそして2番手77号車アレクサンディもソフトスタート、フロントロン2台はソフトスタート、これ前線と同じ、前とドライバー違いますけど、3番手4番手マクラーレンはミディアムスタートをこの度は選択しております。そして5番手6番手メルセデスコルベットダッチライネとマックスクルトンはハードスタートを選択、マックスウートンがハードスタートですね。その後が、グレートピックレーシング32号車キミシュンコではミディアムスタート、で93号車のオクタリアンスーティルが今ありましたね。オクタリアンスーティルもハードスタート、ここハードスタートが続きます。7号車マックサンザーは2、3、5度目ソフトスタートをチョイス、そしてデロリスタもソフトスタート、31号車シャピックはミディアムスタートを選択、マーチブランデル27号車ハードスタート、51号車ラルドもハードスタート、後方スタートとなります両眼テイラーコルベットはソフトスタートを選択、そして日産最後尾ハイズ支店長はミディアムスタートということで、ソフトスタートは比較的増えてハードスタートも増えております。これはもしかしたら早い段階でハードタイヤを捨ててくるかもしれません。昨日の予選では唯一2分を切ってきた2号車、そして僅差で続きました77号車、そして後ろにマクラレンの2台ということになっております。フォーメーションラップの速度はもう少し上げてください。120キロということになっておりますので、120キロまで上げていただきたいと思います。最終コーナー手前から、速度を落としていただく形になりますので、それまでは120キロ、前2台がソフトスタート、そして中段勢3番手以降からミディアムハードと続きますので、もしかしたらこの2台を逃がしてしまう形になってくる展開かもしれません。トップソフトで邪魔する人、邪魔するって言い方おかしいですけど、前に車ないですか、
きなりこう前ボーンって出るかもしれませんね。9番手スタートと10番手スタートの、7号車日産、そして1号車のバイパーが外スタートですので、まあ、前にいるハードタイヤ勢を早く攻略していく必要もあります。いやでも捨てる人も多いでしょうし、まあ、あんまり無理してタイヤ使わずにっていう考えもありかもしれませんね。さあ間もなく最終コーナーを立ち上がってきます。それでは第2戦シルバーストーン、今スタート。さあイン側を取っているカルダビッパが1コーナーを守っていきます。1台回っているのはキミシュンコネンか。2台とも GPR。 さあこれはちょっとエンジンダメージがありますので、これはでかいバーチャルセーフティーカーを入れたいと思います。100キロの制限となります。オーバーテイクも禁止されます。再度スタートのやり直しということになります。1、2コーナー狭いですからね。誰か回ったらあまり良い。グレートピックレーシングの2台がエンジンダメージを負う形。そして、オクタリアンスーティルもエンジンダメージ、デロリスさんもエンジンにダメージを負っています。12番手か15番手までがエンジンダメージを負う形。一旦隊列が整っておりますので、120キロまで少し制限速度上げたいと思います。ちょっと120キロまで制限速度を上げさせていただきたいと思います。後方はミディアム勢、そしてデロリサはソフトタイヤを履いておりましたが、ダメージでかいから走りづらそうですね。このまま、4台ピットに入って3周目にレースが再開できるかどうか。またこのタイミングで他のハードタイヤ勢も捨てに入ってくるかもしれません。まあハード捨てを考えている人は本当にもう早めに捨てちゃってですか。ハイズ支店長もミディアムタイヤですが入ってきました。ダメージ受けはありませんが、もしかしてダメージを負っている可能性もありますが、ハードタイヤをここで選択。デロリサー再びソフト、オクタリアンスーティルはミディアム、ハードタイヤを選択してきたのはグレートピックレーシング勢。ミディアムからハードつなぎ、隊列が整っておりますので、この周でレース再開したいと思います。
さあ仕切り直しとなりました。 GPR2 台ボーンってこう一気に下がっちゃったのは痛いですね。 GPR ここからハードタイヤで追い上げる形となります。バーチャル CD カー VSC の再スタートは1列対列となっておりますのでご注意ください。また最終コーナーの立ち上がりから速度制限解除され減速が禁止されます。この場合の速度アップの権利は先頭車両にありますので、まあ、立ち上がりから自由に速度を上げていただきたいと思います。再スタート後のオーバーテイクはコントローラーに通過後から、OK となっております。上位勢ほとんど順位は変わっておりません。中段勢の中で、接触がありました。エンジンにダメージを負ったマシンが4台ほどいる形でレース時間10分経過しております。この週再スタート仕切り直しとなります。スタートから荒れております第2戦シルバーストーン。ハード消火義務を、ハードを消火し終えたのがオクタリアン・スーティル。現在ハードを履いているのがファイズ支店長、シャーピック、そしてキミ・シュンコネ、デロリスはソフトとつないできております。さあ、77号車のアレックス・ザンディが、速度を上げていく形となります。さあここで速度を上げて今4周目に入っているスタート。直線速いですね。いい感じでスタートして引き離しにかかろうとしています。ただコーナーで詰めていくカルダビッパー、ぴったり後ろにつけています。しかしこの後直線、直線スリップ履いても離されますからね。速度差およそ10キロから15キロほど。さあ後ろマッチグランデルジャガーのマシンが日産オーバーテイクしています。27号車8番手までポジションを上げてきています。さあソフトタイヤの2台がマクラーレンズを離していく形、そして5番手17号車がハードということでここも少し差が開き始めています。この区間でバイパー追いつくんだけど、さあそして14番手スタートソフトタイヤの両番手以来が早くも5番手までポジションを上げています。コルベット、これはいいんじゃないですかね。ソフトタイヤで追い上げを図ります。序盤のこういううちにあの1、2目に行き合ったのはかなりでかいと思います。デロリさんも8番手までソフトタイヤポジション、やはりソフトタイヤかなりポジションを上げてきています。ハードタイヤ勢が少し苦しんでいる形。さあ早くも HRT51 号車ヤルド入ってきました。これハードタイヤを捨てに来ているのか。さあ前2台は開幕戦と同じくどこでハードタイヤを使うかがポイントになってきそうです。ヤルドはここでソフトタイヤを選択。またこの後ろのバイパーがどう Z4 を抜いていくかって感じですね。逆に Z4 はいかにあの立ち上がりとストレートスピードであの抜かされないように
コーナー遅い分をカバーできるかですね。ロバンテイラは前のマクラーレン2台をかけます。そしてデロリ様も6番手まで上がってきています。ホットタイヤ1号車がもう6番手までポジションが回復。後ろのやはりバイパーの方がタイヤの保ちは少し良さそうです。まあ、タイヤに負担かけずに曲がれますからね。さあぴったり後ろにつけているが、ここで離されるという。50キロをオーバーしていきます。前の77号車もう早くも左フロントは7になっています。でじわじわと追い上げてきているコルベット、こちらが36号車。この車も左フロント7ですけど、前と違ってあの後ろから多分もうモプションかけてるので、その分やっぱりタイヤの負担もでかいかな。シャイオピンク入ってきました。31号車ハードステーかと思われます。ミダムハードとつないできています。1号車はこの位置、前にいるのが外タイヤのルガテイラーコルベット、そして後ろが少し空いています。マックス・グトンはハードタイヤをでスタート。シャビックここで外タイヤを選択、ここからおそらくソフトソフトとつないできそうです。グレートブックレーシング、そして中南勢、ここがマックス・ハンザーがソフトタイヤで大外から抜いていきます。7番手高速コーナーだとタイヤの差が多い、高速サーキットなんでね、シルバーストーンはニューの時よりタイヤコンパウンドの差っていうのは本当でかいので、多分ソフトを連続早め、もうハードミディアムを早めに捨ててソフトでひたすら飛ばすっていう方がもしかしたら早いかもしれません。こちらハードタイヤのオクタリアンスーツで、そして後ろのマチブランでもハードタイヤ、HRT のラルドはグレッピックレーシングの前で復帰しています。さあ前には一瞬順位が入れ替わりましたが、再び77号車が前、早くも左フロント5、そして77号車ではない、リョガンテリアが入ります。ソフトタイヤ14番手スタートから追い上げてきましたが、早めのピットイン、やっぱり Z4 厳しいかな。ショックでも入ります。それ GPR2 台はタイヤ義務どっちとももう消化したってことに。西岡根もこれでハードタイヤを捨ててソートタイヤ、リョガンテイラはミディアムを選択。少し前の方で動きが見られます。ソフトタイヤ勢やっぱり左フロントの方が負担かなりでかいやつやですね。で減ってきたら、もうあの高速コーナーばっかりなんで、ちょっともう早めに変えた方が。そうですね、マックス・ハンザーもハードタイヤの後方勢を引き離せなくなってきています。前から、6番手スタートのマックス・グートンまでがタイヤ交換を行っておりません。さあ77号車はどうするか。
入りました。77号車が先に入ってきました。77の Z4 はやっぱりあのオーナーで相当頑張らないといけないんです。その分タイヤも負担でかい。そして1号車のデロリサも入ってきます。マックスハンザーも入ってきます。相当タイヤ勢がここで入ってきています。ハードスタートのマーチブランデルもミッドイン。ソフトで繋いできました。77号車マックスハンザーもソフト、デロリサも再びソフトを履いています。マーチブランデーはハードからミディアムのチョイス。さあマクラーレン勢はこの2台隊列走行を続けています。もうあの後ろはもう抜かすっていう感じよりも、まあ、まあチームメイトなんでね、まあ、あの2台揃ってまあ上にを狙っていくスタイルですよね。コスタンタンと表彰台を狙ってきています。10時5車12号車ハードでタイヤかなり持ってますけど、その前に燃料がどうしても全開負荷が多くなっちゃうので、ハードをはあまりこう持たすっていう感覚よりも、あのハードはもう飛ばハードタイヤ使うんだったらその間の全周アタックラップみたいな考えで行った方がいいと思います、ね、ハードタイヤで引っ張っているのが17号車タッチライン35号車のスクルットの2台がまだハードタイヤで走行中。さあカルダビッパーも1周遅れで入ってきました。そしてキングがマクラーレンの中両線で分かれて先に入ってきています。カルダビッパーもおそらくソフトタイヤが入ってきそうですね。そうですね、ソフトタイヤを選択。前回同様ですかね。アレックス・ザンディが少しフェラーリに引っかかっていましたが、ケヒンはここでハードタイヤ、今フェラーリを抜いていきまして、ラッカスが現在トップ。アリナ・リッパーピットアウトして4番手で復帰。スクルトンとダッチライナーのハード勢も入ってきています。マックス・スクルトンがミディアムで、ダッチライナーもミディアム。まあ、さっき燃料切れそうでしたからね。間にフェラーリ、挟んでの少し差が開きました。ボコボコです。なんかカメレオンみたいな。リアタイヤもすでに3ということになっています。やっぱりリア滑らさないとこの車曲がんないので、イタリアンスーティング、その分やっぱりリアタイヤも来る車にはなってますね。現在ミディアムタイヤで走行中。ここでカルダビッパがパスしていく。まあこのタイヤ差なんであんまり無理はしないと思います。さあ一周遅れでラウカスも入ってきました。ラウカスはハード、マクラーレンズはミディアムハードということで繋いできています。イタリアンスーティはソフトタイヤ。
それ、ん？ここも、もう義務は消化っていうふうに、ね。ブタに付いてるハード、ミディアム、そして今度はソフトということで、義務消化しております。3番でデロリサがまだソフト、ソフト、ソフトということで、あと2種類のコンパウンドを履いていかないといけません。まあ、前回と同じような、前回と同じような戦略でしょうね。予選が10番手スタートということもあって、ただ後ろのロバン・テイラーはソフト、ミディアムとつないできています。このあと両者どのタイミングで硬いタイヤを履いていくか、そしてマクラーレン勢はケヒンが5番手、ラウカスは少し離れ、間に大分の2台を挟んで8番手ということになっています。このマクラーレンがまだ硬い方のタイヤでソフトを使ってないっていうことを考えると、これは後になって面白い問題です。サンダーソフト、そして今走ってきましたが、ファイズステンチョはハードで、長い走行を行っています。少しこのマックサンダーのソフトタイヤを攻略するのは時間がかかりそうです。ラッカス、まあでもハードを早めに捨てるならば被らないでしょうし、仮に持たすとしても前のソフトの方が早めに多分結構すると思います。ソフトタイヤフロントガニということで入ります。そしてハードのファイルスタッチョが入ります。量もギリギリでした。これは本当にギリギリですね。そしてメルセデスの17号車、ファイズ選手のミディアムハードソフトということで義務消化。シャーピックもソフトタイヤを選択。そして先頭が入れ替わっております。77号車が2番手まで落ちています。映像来ませんが、ここでオーバーテイク。91コーナーでオーバーテイクを見せました77号車。でも左フロント4なんで、またピット近い近くですね。少し辛そうです、コーナー。まあでも直線は抜かれないですからね。思いっきり立ち上がりを失敗しない限りは。しかしコーナーでグッと入ります。77号車が入ってきます。体ビーパンももう左フロントが5になっています。ソフトタイヤ先に1号車のデロリサが入ってきました。そして右タイヤのリョガンテイラも入ってきています。2番手から4番手の車が現在ピットイン。エクサンディはソフトタイヤ、さあいつミディアムとハードを履くのか。まもなくレース時間は半分を過ぎようというところ。デロリッサーはここでミディアムを選択。前回とちょっと違いますね。早めにミディアムをチョイスしてきています。リョガン・テイラーはここでハードを選択していきましょうか。これはケヒン選手はどこまでハードで引っ張るかな。マクラーレンの2台は現在ハードタイヤで走行中、間にソフトタイヤのマックス・ハンザーを挟んでいます。これはまだピッさっき映った時からピットは入ってないと思うんですね。もうこの周で入ってきそうですね。
もしかしたら、ハードの新品に、ほぼ新品状態の後ろのマクラーレンに抜かれるかもしれない。ああ、でもそんなにデッドコース。ここで選手が先ほど入っていたことはありますが、少しコメントが来てないようで、そして、そうですか。さあ、入ってきました、2号車。ラブのこの位置、さあここでカルダ・リッパはミディアムタイヤを選択、戦略が分かれてきました。マクラーレンが気品デッが先キ品にが入ってハーきドていします。て、多分こっからもソフトソフトソフトって多分やっていくと、ね、やっぱりソフトだ。アクサンダーミディアム、一応前2台まだどっちともまだソフトしか入ってないですし、やっぱりマクラーレン次第では本当にこの2台もどうなるかわからないですね。1位2位の状態が盤石かって。これがブッパの現在ミディアムタイヤを履いています。2号車マトランデルがソフト、ダブカスがまだハードで走行中。スクルトンもミディアムで結構引っ張っています。まだ2回のピット、してまだ1回のピットですね。ハードでミディアムですよね。ハードとミディアムの順番が違うのは多分、マクラーレンと同じような感じですよね。さあ、ミディアムタイヤですが、77号車、ソフトの77号車の後ろにぴったりついています。これは入らない。スクートが入ってきました。ダッチライネ、そしてオクタリアン・スーティルも入ってきています。残り時間が27分。メロディさんは相当相当相当、今現在はミディアム入ってきています。イタリアスーツには相当タイヤ、こちらももうすでに義務を終えています。ダッチライネはハード、ハードミディアム、ハードとつないできています。ダッチライネ、ラルドは相当タイヤ、マックスフルトンも再びハードタイヤを選択、ハードを2回選択しています。17号車と35号車、これはどういう意図があるのか少し分かりづらいところがありますが、ロバン・テイラーは目でハード、ソフトミディアムハードのハードですね。後ろにシャウピックが、ミディアムハードでソフトソフトつないできています。さあ、オープニングラップの事故の影響でカメラの写真が撮れるということになっていますが、
カマロは、まあ、前回も同じでしたけど、直線がやっぱりちょっと伸びないので、今回やっぱすごい厳しいものだ。さあ、両アテラをスリップからここでオーバーテイク。前に出ました、31号車。でも47となると多分次の週あたりでもピットとかですかね。さあ、この位置関係がずっと続いていますが、厳しいのは77号車の方、まだソフトタイヤしか入っておりません。船長がピットイン、ミダムハードソードと繋いできておりますが、バイパーのミディアムで、バイパーのミディアムでも追いつかれちゃうぐらい。さあ、ここでインからサイドバイサイド、つまり直線は BMW よりも速い。かなりプレッシャーをかけてきています、2号車。同じタイヤだったら、まあ、できれば抜きたいですけど、タイヤの差が一、まあ、一つ硬いとかだったら、後ろ、まあ、無理に抜かさずにっていう考えもありだと思うんですけどね。チャペルで横に並んでいくハンガソレと。でも、まあ、いずれにせよ、まあ、展開的に有利なのは後ろの方。77号車、どのタイミングでミディアムとハードを入っていくのかも、もう入れるでしょ。ここで入ってきます。おそらくここでミディアムを選択してくるか。ラウカスも入ってきました。ハードをかなり引っ張りました。マクラーレンは戦略を少しスティックを変えてきています。ソフトがそんなに持たないってことを考えると、ラウカスはここでソフトタイヤ、まだミディアムとハードだけで、まだここの順位ってことですね。77号車再びソフトタイヤ、ソフト押しですね。ヨガンテイラーもハードからハードということに、クリスチャン・スクミューズの戦略はハードを一回入ってきています。やっぱり使うってことは、やっぱりそれを使えば何かあるんですよ。ちょっと期待して。シャブルピックも今ピットインを行っております。シャーピックは再びソフトタイヤで、単独2番手となっておりまして、エロリーサソフトソフトミディアムということで、ハードを消化しております。1号車にハード入って、ソフトワンスティント分ぐらいまで走るっていう考えのような気がします。キヒン現在マクラーレン11号車はソフトタイヤで走行中、単独の3番手。77号車、この後ろに復帰しています。ただもう消化したソフトタイヤの3番手とソフトしか履いてなくて4番手ってなる、少し辛くなってきています。そして2号車がピットイン、もう1個後ろの4号アッチが最終的にどうなるのか気になりますね。序盤はクラッシュに巻き込まれた。カルダビーパーはここでソフト、まだハードを履きません。エルビサー1号車はどうしてくるか。イタリアンスーティは現在ソフトタイヤで走行中。フェラーリ93号車、ベロリッサーもソフトタイヤで再びソフトに戻します。
瞬間でマーチブランデルもここでピットインしています。鍵を握ってきそうなのがこの93号車ラウカスは5番手で復帰、ペロリサがその後ろ、ハードタイヤで速攻しているマックスクルトン、ハードミディアムハードということでショートタイヤを残しています。マーチブランデルはここでミディアム、ハードのペースにもよります。後ろのマックス・ハンザーがミディアムということで、やっぱり前回以上に、あ、前回のコース以上にあのタイヤのコンパウンド本当出やすいので、タイヤ減ってくると本当にコースコーナー曲がんないようなコースなので、それでも硬いタイヤを使う、やっぱりあの何て言うんですかね、タイソフトタイヤの持ちが本当にひどくて、あの実はハードでトータル走った方が速いとか、そういう。さあここで景品が入ります。ミディアムハードサイドに景品が来ています。おそらくここで背負っていたんですけど、先ほどキングショットでピット入っていたと思われますが、ちょっとコメントの方の取得が悪いので、はい、来てますね、ソートタイヤ。景品はソートで繋いでいきます。ここがソートソートで追い上げる形に作られ、マックス・ハンザーも入ってきました。まだここはハートタイヤを消化しておりません。景品選手は今回ここでソフト使ってもう1回ピットは必要でしょうね。マックス・ハンザーはミディアム、まだハード履きません。4477、さあまだミディアムもハードも入っていない77号車、その後ろに迫ってきています2号車のカルダビッパー、こちらあとハードの消化を残すの。この位置関係となっています。2号車がじわじわと迫ってきています。そしてハードミディアムソフトソードとつないできている93号車が単独の3番手、でもこのフロントが4番手の周囲ですね、はい、燃料的にもそうですね。で、後ろがラウカス12号車、ミディアムハードソフト、まだ2回しか入っていません。11号車の方は3回ピットストップを行っています。ラウカスはハードのスティントがかなり長めに取ってきました。おそらくあのもう1台のマクラーレンとも比較して1回分ピット少なくなるのかな。93号車フェラーリ入ってきています。ペロリサもまだハード消化していませんが、ソフトタイヤで走行中。やっぱりこういうのが12号車。ペロリサ選手は今後は予選で上行ければって感じなんですかね。10番手から追い上げを見せています。決勝でやっぱり今回も、まあ、上の方、上位の方に上ってはきてるので、予選さえ行ければ、まあ、マクラーレン以上なんかな。GPR サピック6番で現在ソフトタイヤ義務は消化しています。箱車になって戦略の GPR 復活なるか。10
序盤の混乱で後方スタートとなりましたが、マックス・ルートンはハード、ミディアム、ハード、そしてまたミディアムということでソフトタイヤを履きません。固めのコンパウンドを使ってきています。レース時間はまもなく残り15分を切るところ。ハードでもワンスティント少なかったらあんまり意味ないですよね。タニスーティルは7番手で復帰しています。ソフトタイヤ77号車が入ってきました。もうここからはミディアムハードとつなぐしかなさそうですが、本当に最後の最後にあのミディアムもハードも捨てるみたいな感じでやってきて来るかもしれないですけど、さすがにそれはちょっとあのロスの方がでかすぎると思う。さあミディアムを履いてきました。77号車少し先にミディアムで仕掛けたカルナビッタがかなり有利な展開になっています。ああ曲がってない、やっぱりきついかな。リョガン・テイラー現在ハードタイヤで速攻とソフトミディアムハードハードとつないできています。こちらチームメイト35号車マックス・クルトン、こちらはミディアムタイヤで履き替えております。8レーンにもミディアム、さあ単独走行になりました。2号車、そしてラウカスが2番手、12号車。でもハード残ってますからね、トップはトップ、まあ、多分でもこんだけ差なら多分疲れることはないと思います。ラグカスは置いております。デロリスはまだハードタイヤを残している。有利なのはマクラレン勢という展開になってきておりますが、さあこれも入ってきました。ラグカスも、まあ、左フロントが4ということで合わせ込んでできました。そしてデロリサも入ってくる。上位3台が一斉にピットイン、しかし履くタイヤはおそらく違います。うん、やっぱりタイヤ見てもやっぱりケヒ選手はラウカス選手よりタイヤピッっていうカルダビッパーは相当でまだハード履きません。はい、増やすかな。デロリサはここでハードを選択。2号車はまだハードを履きません。残り12分。やっぱりスティントの大半をソフトにした方がいいんですかね、前の方のスタートの人。そうですね、ハードとミディアムしか履いてない両方っていうのはマックスと現在8番で9番でシャーピックはソフトタイヤ。まあただあの前の2台がなんか異様に速いっていうのも確かにあるはあるんですけど、オクタリアスっていうのが、8番手スタート、そして序盤のオープニングラップで最後尾に落ちましたが、ハードミディアム相当相当相当とつないで現在この位置。逆にあれで消化できましたからね、1つ残り11分。オープニングラップで追い上げてきているのはこの93号車フェラーリですね。シャーピック現在12番手でキミシュンコネが7番手。これ最後まで持ちますかね、タイヤと燃料。残り11分、少し厳しいかもしれません。ね、ラウカス選手は多分もう大丈夫。ミディアムハードショートショートショートつないで、これをできれば最終スティントにしたいところ。
後ろからデロリサですがハードを履いています。キム・ショッコネはもう一度入らないといけない。曇りましたかね。少し曇ってきましたがおそらく残り10分レースには影響はなさそうです。まあよほど強い雨が、だからこのゲーム初めから強い雨がバーって降ったりってことはあんまりないので、多分レイ、そういうタイヤの準備は必要ないかな。さあ、キム・ショッコネに入ってきましたが、キム・ショッコネ、マックルトンとロマン・テイバー、マックスルトンはまだソフトタイヤを履いていないということで、ここでソフトを使うとかっていう戦略ですか。ロマン・テイバーはすでにソフトタイヤは履いています。ここで再びハードミディア、ソフトミディアムのハード3本履いてきました、ロランテイラー。またハードですか。キム・ショッコネミディアム、ロランテイラーハードを履いてきています。もうソフトで持つから使っていいと思うんだけどな。サキヒンが左フロント4厳しくなってきました。マティコランデミディアム10分程度だったら、ちょっとは、ちょっと多分ラグガス選手が持たすと思うんですけど、持たないにしてもミディアム使ってもいいんじゃないかなと思いますけどね。77号車は現在ミディアムで走行中ですが、あと1回ピットを残しています、ハードタイヤのスティント。3番手のポジションから、オクタリアン・スーティルがこの位置ですが、オクタリアン・スーティルもおそらくもう1回ピット。残してラウカスがこの位置、現在マコッツ、あと10分本当に持たせればいい感じですね。少しタイヤをいたわりながら走行になりそうです、マクラレン12号車。まあ前回もそしてデロリサはハードなので全然飛ばしても構わないのですが、燃料が現在半分近く、さあ入ってきました。3番に向かってキンとオクタリアン・スーティルが同時に入ってきました。キンは相当、まあ多分ソフトでしょうね、2台とも。デロリサがこの位置でさあ相当入ってきます。オクタリアン・スーティル、デロリサも前に出るが、キヒンの方は今ピットアウトしてキヒンは前、ソフトタイヤのマクラーレン11号車前。そしてマックス・クルトンはまだソフトタイヤを履いていません。35号車現在6番手、残り1回ピットを残しています。大分の3台庫でラストピットでハードを消化。それに予選アタックでもするんですか。そうなると終盤の追い上げがすごいことになりそうですけど、ただなこの位置でピット入ったらって感じですよね。タイヤ義務消化してるならまだ別でしたけど、ナルドがミディアム、少し放送のナルド関係、打ち上げ関係のミディアムを履いています。さあ2号車がどのタイミングでピットインしてくるか。まあハードの時間をできるだけ少なくしたいんですかね。後ろもハード履いてないですね、この2台は。ここで入ってきました77号車。12号車この位置、でもあんまりソフト履いてる場合ちょっと無理できないですよね。まあ多分 Z4 の前には出れるとは思うんですけど、ここでハードタイヤを履きます。2号車より先にハードタイヤを履いてきました。ただ Z4 は12号車前、やっぱり決勝がきついのかな。
77、マックスウータンここでついにショートタイヤを履きます。エロイサ選手は多分このまま最後まで行きそうですよね。どこまで追い上げることができるか。まあ、キリン選手のソフトなので、ちょっとこれは、デッドフォー抜けないかな。ダッチライネもソフトを初めて入ってきます。ハイネス店長がソフト。ダルドがミディアム。ラルドのラストエースシャーピック、ラルドのミディアムは先ほどのツイッターで M と書いてたのと多分そのことでしょうね。さあ入ってきました2号車ちょっとギリギリまで使ったですね。いやただこの差だったらピット入ってハード使ってって言っても十分逃げ切れる距離だとは思うんですけどね。ダウカスはソフトタイヤで走行中、まあ、燃料ほとんど積むことはないのでピットアウト。まあ、後ろもチームメイトですしね、タイヤが5か。さあ2号車がここでトップでコース復帰ハードタイヤ大丈夫とは思うんですけど、残り4本切りました。4分で5か、厳しいかもしれませんね。タイヤが D は余裕があります。そしてハードタイヤの77号車、4番手後ろにハードタイヤの1号車、オクタリアンスーティルはソフトタイヤで追い上げていきますが、この2台を捉えれるかどうか。残り3分30秒。まあでも多分1今の1位と2番手の距離と4番手と6 4じゃない5と6ぐらいの間多分同じぐらい。コルベットそしてメルセデスは戦略を外した形ですね。もう中間に相当タイヤ入っていますが、この差を追い上げるのは厳しくなっていきそうです。リョガテイラーは序盤の混乱から上位に上がっていましたが、現在10番手。ちょっと、やっぱりハードタイヤをずっと連続して長時間使うっていうのはやっぱりきついんですかね。サキヒンがタイヤの持ちの良さから迫ってきました。これは前に行かせるかどうか。11号車、12号車、チームメイト。まあタイヤの差もありますね。チームメイトでこう11号車は前に最後の最後に最後の最後にガーンっていくのもちょっとあれですし、ね、12号車は4、これあと何周かな、1じゃないかな、あと2周かな。ここでコントラインを通過して2分5秒。2周、いやこの2号車のレースペース次第ではこの週で終わる可能性もありますが、また魔の3とか際どいタイミングになってきそうです。2号車残り2分5秒でコントロールラインを通過。2分5、まあハード新品なんでね、全開で飛ばせばあと1周本当ギリギリで間に合うかどうか。ただ後ろともハードタイヤとはいえ今出てきたぐらいなので、まあ、後ろのソフトもだいぶ減ってますし、まあ、もう一周行っても多分追いつかれるってことはないと思う。ただ本当に早くレース終わらせたいのなら、多分最後アクセル抜いて多分もう時間に合わせるような形とかになるのかな。オクタリアンスーティルが外タイヤで猛烈に追い上げてデロリッサに近づいていますが、もう一周あればというところで、いやでもチームメイトですかね、トップと。これを情報伝達がうまくいってるかどうか。
今時間をコントロールできるのはトップだけですからね。もう一周行ったら多分ベロリサ選手は後ろに抜かされちゃうかな。さあ残り30秒切って、このことに気づいているかどうか2号車。10秒、アクセルを気づいていない、気づいてない、コントロールラインを通過。この周でレース終了、残り2秒ほどでコントロールラインを通過していきました2号車。さあデロリサは入る、燃料が足りない、これはデロリアンレーシングに痛いミスが出ました。レースをコントロールできていた2号車がまさかのもう一周、もう一台のもう一台が落ちちゃいましたね。これ魔の2秒になってしまいました。これチームメイト相手に魔の2秒やっちゃいましたからね。これは大量にポイントを獲得できるチャンスでしたが、デロリサ前のラグカ選手もタイヤが、デロリサはしかもこれはでピットスルー、ピットスルーになっています。終了の表示出たらスルーになっちゃうのか。ピットスルーを食らっています。一瞬長いから燃料持たない気がするんだけどな。これはもうかなり辛い展開、デロリアンレーシング。もうなんかやってることがなんか昔の246を思い出すような走り方ですね。もうとにかくギアを上にしてアクセル半回転、80キロになっちゃったらもう本当もう急ホームストレートでスローダウンしている。もうこれはダメだ。これはなんかこうデロリアンレーシング優勝はデロリアンレーシング2号車、しかしこれはチームとしてはかなり痛い。では相当マイナスです。ピットスルーです。抜かちゃったかな。そうですね、3番手早くきそうでしたからね。2番手でフィニッシュ、何ですかね、もう本当曲がってないの1ですね。あそしてコントロールラインを77号車はゴール抜けてたんで2と3、3位ってことでいいんですよね。コントロールライン通過後に電気トラブルで消えてしまいました。ただ今ゴールして してましたね。はい、もうちょっと少し映像では確認したいと思いますが、コントロールライン通過していたと思われます。あれどうかな、どっかない、届かない、マックスクルドン。いやでも GTR は序盤のクラッシュから5位7位で上げてきたのは結構いいですよね。シャブピックコントライン通過、そしてマックサンザーもここでコントライン通過。もうデロリサ選手最後尾まで落ちてしまいました。これもしかしたらタイムリミットまでにゴールできるかっていう問題にまで、いやでもどうだろうゴールはできるかな。あ、もうスタートボタン走行なんですね。もういくら、いくらの速度上げようかって同じですか。このままもうガレージにしてしまいます。1号車チャンピオンチーム2対ミスが出ました。最後の最後、最後の最後で得るものを全部失った感じです。5位あたりから最下位ですか。1位と5位を獲得できたはずだったデロリアンレーシングですが、
最下位という結果、1号車コンスト的に考えても、これマクラーレンの MMP が2位と3位なので、